B1A4 サンドゥルが告白、アイドルが出演するミュージカルは見ない、と言われて傷ついた、写真イコールテレビ N。人生酒場、放送画面キャプチャー B1A4 のサンドゥルが、人生酒場、で、悪質なコメントに傷ついたと告白した。サンドゥルは6日に韓国で放送されたテレビ N、人生酒場、にカンタ、チャジヨン、チェヨジンと共にゲスト出演した。この日、サンドゥルは、2012年から7年目の現在まで、ミュージカルの舞台に立っている。でも、アイドルが出演するミュージカルは見ない、というコメントを見て傷ついたことがある。舞台に上がる前にそのようなコメントを見て、ショックだった、と告白した。続いて彼は、そのように思う方たちからも認められるように、僕の実力を見せてやる、という気持ちで奮い立たせた、と打ち明けた。